レッテンバッハは、ドイツ連邦共和国バイエルン州、ミッテルフランケンのエアランゲンヘイシュタット軍に属す、町村。この町は、エアランゲンへの通勤者のための住宅地となっている。この町は、公式には、レッテンバッハ集落単独で構成されている。レッテンバッハの近隣市町村には、アーデルスドルフ、ヘロルツバッハ、ハウゼン、バイアースドルフ、メーレンドルフ、エアランゲン及び、 ヘムホーフェンがある。紀元千年頃に入植者たちがこのシュタイガーバルトに連なる森に覆われた丘陵地に土地を求めてやってきた。彼らは小川のほとりの森を開墾した場所に住み、この地はローデンバッハからラーテンボックと名付けられ土地台帳に記録された。水を通さない赤色粘土の地層に広がる湿地帯となっているこの付近は痩せた土地であった。 何世紀にも渡って開墾が行われ、たくさんの養殖地の連なりからなる湿地を作り上げた。池はまるで真珠のように連なって、森を分断し、北から、東から、西から列天バッハを取り囲み、その一部が集落を貫いている。13世紀には、ボンマースフェルデンのトルフゼス家から分かれた家門が、列天バッハに京を構え、列天バッハの創設者となって、 自らレッテンバッハのトルフゼスケを名乗った。売却記録からこの農園や財産が分割され、幾度もその所有者が入れ替わったことがわかる。1322年に一部はミハエルスベルク修道院の修道院長のものとなり、1329年に別の部分がニュルンベルク城の代官のものとなった。1476年、バンベルクの修道院は、 その農園をレッテンバッハのクリストフ・トルフゼスに売却している。その後、騎士領となった、この村の使用部について、ペーターという人物とトルフゼス家の代官に対するバンベルクの霊園になったことが1433年に初めて記録されている。現在のザウアービール醸造所とその周辺に水堀を巡らした上官が建設された。しかし、 1525年のドイツ農民戦争の際に放棄した農民たちによってこの城は消失してしまった。その後、砂岩によって新しく建設された館は現在まで保存されており、1591年の砂岩に掘られた紋章がビール醸造所の南壁に掲げられている。1610年にトルフゼス家はこの土地を隕石関係にある。 パッペンハイム元水への釈材の担保とした。1710年にこの地はバンベルク市教領に組み込まれた。財産と住民の一部は帝国自由都市、ニュルンベルクやモーレンフェルス団尺、ビンクラーの下に置かれた。ナポレオンの時代、1803年にレッテンバッハはプロイセン王国に編入されたが、1810年に 全フランケン地方一帯がバイエルン王国領となった。レッテンバッハの町議会は16議席でこれに主張が加わる。ズンガラ、基部から上へ長く伸びた青い三角図形の中に金の鯉。上部は三角図形の伸びた王で左右にに分割され、向かって左は銀字に赤いマウリティウス十字。向かって右は銀字に二本の赤い横帯、紋章の縦型の輪郭線から、 金の爪と舌を、持ち金の王冠をかぶった青い獅子。ラーテンボック、ドゥリークストイム周年フランケンランド、アレベルトイストフォンダイナムレイズゲバントジクトオールダー、ラーメンダイネワイアーキトゥンアインヒアカーンイエダー、レーベンウントツフリーダンザイン。ありがとうございます。